ダビド・アンドレウ・ミリエメドラーノは、コスタリカ・プエルト・ビエホ出身のプロサッカー選手。サッカーコスタリカ代表。ポジションは DF。サッカー選手のロイ・ミリエは実刑。スペイン西軍ダ・ディビジオンに所属していた、カディス CF で、プロデビュー。その後コスタリカに帰国し、プンタレナス FC、エルディ・アラフエレンセでプレー2009年9月15日、MLS のシカゴ・ファイアーに加入したが、 リーグ戦の出番はなかった。2009年11月25日のドラフト会議でフィラデルフィアユニオンに指名された。フィラデルフィアでは開幕スタメンを勝ち取ったが、2010年3月30日にクラブを退団した。2011年8月2日、ノルウェーのフレドリックスタイフ系に加入。2013年5月27日、CS エレディアーノに加入。 ユース年代からコスタリカ代表に選ばれており、2005FIFAU-17 世界選手権、2007FIFAU-20 ワールドカップに参加している。2010年11月、ジャマイカとのフレンドリーマッチでフル代表デビュー。2011年にはコパセントロアメリカーナに参加した。2014FIFA ワールドカップでは負傷したエーネルモラに代わってメンバー入り。 一試合に出場した。ありがとうございます。